皆さんこんばんは、広瀬優です。では今から皆さんに優が泊まっているお部屋をご案内したいと思います。では行きましょう。エレベーターこんな感じですね。1、2、3、行きます。広いんですよね。すごい綺麗ですよね、床から壁ね、超綺麗。では U が15046、ここです。もうね、結構エレベーターが近いんですよね。はい、シルクドソレイユ、シルクドソレイユのカードなんですよ。そうそうそう、ショーがねベラッとやってるんですって。はい、では開けます。オープン。フライング行きます。はい、で見えますのね、全身可能ですね。まずこちら側に行きますと、開けるとですね、ここがバスルームですね。ここがね、 お風呂で、でここがまあこうなってます。トイレに、ここがシャワールームですね。はい、で続きまして、では次こちらに行きますと、キングベッドです。まあ一人でねこのキングベッドを占領してるんですけどもはい、でもこの布団はふかふかして気持ちいいです。ぐっすり眠れます。でこっちが、テレビです。で、まあ、これはねバーになってるんですけど、これ全部お金がかかります。すべて、こっち側に行くと、まあ、こんな感じでね、お酒なり、コーク、スプライト、ね、いろいろあるんですけど、これもお金がかかりますね。はい、でこっち側に行くと鏡付きの、クローゼットになってます。でこっち側は、まあ、ソファーがあったり、でここが、机ですね。そうそう、まあ、仕事ができるようにね、ちゃんと机もあったりだとか、夜景がねなんといっても超綺麗なんですよ、ここで。間近で真正面で、噴水のショーが見れるっていうね、後ほど皆さんにその噴水のショーお見せしたいと思います。でここからだとホテルが隣接してあるので行きやすい場所ですね、本当に。うん、まあ、どのホテルもそうですけど、歩いてすぐに近くにホテルがあるのでめちゃくちゃ便利なところですね。ショーが始まりました。はい、そう、ユウのお部屋から噴水のショーが見えるんですよ、ベラッツィオの。やばい、超綺麗。ユウのお部屋から噴水のショーをご覧ください超綺麗ですよね。わー、すごい。夜になると30分ごとでしたけどね、30分おきにこの噴水のショーが見れるんですよね。そう、超綺麗です。お昼もちょこっとあるのかな、お昼もちょこっと見られるんですけどね、夜の方がやはり綺麗ですね。ライトアップされるので夜景とともにお楽しみください。
わあ、すごい、やば。超綺麗、やば、うわすごい、あ超綺麗、やばい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 、わお、はい、ということでね多分終わりです。はい、超綺麗でした。夜景もすごい綺麗ですね。はい、ゆうのお部屋からの夜景はこんな感じです。はい、いかがでしょうか。月も、はい、今日は満月です。いかがだったでしょうか。めちゃくちゃゴージャスです、本当に。ラスベガスの中でも結構最高級のホテルになっているので、一生に一度は来てみたかったところだったんですよ。それが叶ったっていうことがね、すごく嬉しいんですよ。ということで今日はこのベラッツィオの湯が泊まっているお部屋をご紹介しました。じゃあ終わります。 See you next time. Bye.